さあで追っ始めるか。え、自分の背中にムチ打ってる。神よ、お導きください。人質になってもらうぜ。団長のこの私にこんな真似をしてただで済むと。うるせえ、バーリーがちょいと付き合ってもらうぜ。聞きてえことがあるんでな。セリフの一つでも決めてみろ。神よってよ。
ノール。女、ノール。すら一言も唱えることができなかった。神の塔を名乗りながら何千何万回も繰り返し唱え続けてきた皆すら、私はただ矮小で惨めで無力だった。無力なだけ？無力なだけなら罪じゃない。ごまかすな、ごまかすな。綺麗な言葉で自分をごまかすな。お前の中にはあるよ、人には言えない暗い欲望が。いや、たとえ耳を塞いだとしても無駄だよ。これはお前の内なる声なのだから。あの時お前は感じていた。あの男の鋼のような体に鞭打ちながら確かに感じていた。自分の中に湧き上がる陰鬱な肉欲を。そして微動だにしないあの男の体から血が滴るにつれ満ちてくる快感の波を。いや、聞きたくない。それだけじゃない。お前は自制と称して自分を鞭打つ時にもいつもその苦痛の中にすら快楽を見出していたよ。信仰を重ね自分の心を偽り浅ましい快楽に身を委ねているだけ。それがお前さ。違う、私は。お前の中には何もありはしないよ。あるのは欲望だけ。めちゃくちゃにしたい、めちゃくちゃにされたい。他人も自分も肉も心もそんな暗い欲望だけ。
この中に神なんていやしない。このうずきだけが真実だよ。委ねなさい。お前にとって確かなものはこれだけなのだから。お前は神には遠すぎる。うちの団地も知らねえな。なるほど、うちの団員たちが手も足も出ないわけだ。貴様も猫かぶってやがったyou
られちゃいましたね。ということで、いずれまた。ふざけた野郎だ。なんかかわいそうだね、あのファルネーゼって人は。なんかがんじがらめって感じだよ。バカ野郎、がんじがらめはこっちだっつーの。余計な厄介事が増えやがった。そういえば聞きそびれちゃったね、あいつらがガッツを捕まえようとしてるわけ。殺さなきゃ、殺さなきゃ、殺さなきゃ、口封じをしなきゃ。あいつに、あいつに生きていられたら、私。人々は眠りの中で同じそれを見た。それは疫病に滅びゆく村々であり、軍隊に蹂躙される国だった。それは親子のムクロであり、隣人のムクロだった。それぞれのそれはあらゆるものであったが、ただ一つの意であった。同じ世界を覆い尽くす真の闇の中にいた。そして混沌の中、彼らは活目した。無明の闇を切り裂き、血染められた大地に舞い降りる光り輝く一羽の鷹を。彼らは直感した。それは求めし者であると。確かに我の求めしはただ一つ、強者、絶対の強者のみ。火の柱の立つ盲目の羊たちの集いし聖地に天落ちるとき、それは来たる。求めし者は来たる。火の柱立つ。
盲目の羊たちの集いし聖地、天落ちる時、急げ早く。危ない、まさか、まさかキャスカの身に何か。さて、追っ始めるか。片付けっぞ。おら、よく飽きもせず出てきやがるもんだ。Yeah!
いい加減こいつらも見えきたぜ。すまねえリッケルト、その前にあいつはキャスカは無事か？キャスカはいないんだ。どういうことだリッケルト。なぜだ、いつから、一体どこへ？前のことだよ。長い行動暮らしでキャスカはかなり参ってて、それを見かねてエリカが外に連れ出して。気がつくとお姉ちゃんいなくなってたの。日が暮れるまで私探したんだけど見つからなくて。だがリッケルト、お前はここで何やってたんだ？キャスカがどんなだかはよく分かってんだろう。なのにどうしてお前はここにいる？どうして探しに行かねえんだ。カツのバカ、バカバカバカ、何さ、自分のこと棚にあげてお姉ちゃんほっぽっといて。自分は2年間も勝手にどこかに行ってたくせに、リケルトの気持ちも知らないで。リケルト探しに行ったもん。この一月に何度も何度もそのまま探しに行っちゃうこともできたんだもん。だけどリケルト帰ってきてくれた。ここに帰ってきてくれたんだ。これからしんみり大往生決め込もうって時に騒がしいバカが帰ってきやがったぜ。まあ死に目に会えたんだ。神様の粋な計らいってやつだな。どら、うだうだ聞くのも億劫だ。剣と義手を見してみ。刃こぼれ、血錆、歪み、10年使い込んだってこうはなんねえ。化け物とやり合ってんだからまともじゃねえよな。だがな、その訳が仇討ちにしろ復讐にしろ、おめえ逃げてやしねえか。戦に憎しみによ。何？まあ聞け、死に際のじじいの繰り言だ。おめえの心にはでっけえ刃こぼれが、恐怖って名の亀裂が走っていやがる。わからねえよ。あんたにはわからねえよ。誰にも、人間にはあれはわかりっこねえ。死んだ、一人残らず、何の脈絡もなく、唐突に、理不尽に、虫けらのように、何もわからないまま。みんな若かった。生きてりゃなんかやれたはずだ。なのに一瞬で、俺にとってはかけがえのない。そのかけがえのないものを掘り出して、お前は一人で行ったんだ。最後に残ったかけがえのないものの傍らにいて、一緒に悲しみに身を浸すことに耐えられずに、お前は一人、自分の憎悪で身を焼くことに逃げ込んだ。違うか？おめえにリッケルトを責める資格はあるのか？仲間の仇討ちを口にする資格はあるのか？肝心な時になるとおめえは一人を選んじまう。戦に頼んじまう。おめえは一本の抜き身の戦場刀だ。無数の刃こぼれと
血でぬめりさびかけの致命的な亀裂の入っちまった折れかけた剣だ。ご精が出ますな。いや寝てたんじゃないの。いやそうなんだけどね、なんか手伝ってやろうか。こう見えても器用なんだ俺。いやいいよ。だけどパック、君には本当感謝してるんだ。五道の親方が倒れて、そしてキャスカがいなくなってからエリカは一度も笑ってないんだ。それがあんなにはしゃいで。いやそんなことないって。まあガキンチョに遊ばれるのは得意なんだけどね。それにガッツのことも。ガッツがここを飛び出していった時、俺どうしようもなく悪い予感がしたんだ。ガッツに生きて会えるのか。もちろんそれもあったけど、ガッツがもう俺の知ってるガッツじゃなくなってしまうんじゃないかって。でもガッツは戻ってきた。血相変えてキャスカのことを心配して。やっぱりガッツはガッツのままさ。それはパックのおかげであるところも少なくないと思うんだ。きっと君が一緒にいるってことはまだガッツは笑えるってことだからね。なんか照れちゃうぞ、あんましマジ顔で言われっと。靴屋の小人ならぬ鍛冶屋の小人か。あいつめくるたびにおかしなものを連れてきやがる。親方、無茶だよ、やめて。それなら俺が。だっとり。リッケルト、エリカを頼んだぜ。あれはな、俺の本当の娘じゃねえ。あれは戦で家族を亡くした戦災孤児だ。泣いとるのを見ちまったもんで、気まぐれで育てちまったわけよ。柄にもなく。生まれてこの方、鉄のことしか知らねえ俺を、随分とまあ人間らしくしてくれたよ。けどな、やっぱり死ぬときは一人、前のめりってのがいい。いい剣ってのは、たとえ錆びついて生蔵になっても、その芯には決して錆びつかない、いい鉄を残すもんだ。その鉄こそ最高の鉄。たとえ亀裂が入ろうが、火に入れりゃ必ず蘇る。あのバカに言っとけ、俺みたいになるなってな。ゴード、あんたいい鍛冶屋だ。帰ってきたらまた頼むぜ。抜かせ、ベロイ。2年も前のことだ。私は黙示録にある闇の鷹の調査を願い出た。五度太陽が死せるとき、新しき古き名の都の西に赤き湖が現れる。それはすなわち五番目の御使いが舞い降りし証し、御使いは闇の鷹なり、罪深き黒き羊たちの主にして、盲目の白き羊たちの王、
世界に暗黒の時代を呼ぶ者なり。製鉄鎖騎士団を率い、闇の鷹と目される黒い剣士を追った。嘘よ、こんなものがいるはずがねえか。だから奇跡ってんだろう。この世にあらざるものを目の当たりにして、ただ恐怖で満たされて祈りの言葉すら浮かんでこなかった。団長、どうかしたんですか？なんでもない。騎士団といえど実戦経験のない貴族の集まり。黒い剣士を相手に多くの死傷者を出し、捕獲の任は解かれる。そして新しい任務が与えられた。さて、追っ始めるか。これは？お墓だよ。人数分にはほど遠いけど、練習を兼ねて俺が作ったんだ。気休めかもしれないけど、戦場じゃよくこうしてたでしょ。俺が憎しみ続けてる間、リッケルトはこれを仲間の死を受け入れ弔い、新しい生き方を見つけて、こいつらしい健やかな強さで。
お宝はあるんだろうな。ジョーダマがいたら教えてくれよ。ここは守んなきゃね。食い物をよこせ、命まで恨み。目にもの見せ
なんでね。リッケルト、さっきはその…すまなかったな。ううん、俺の方こそごめん。自分でも歯がゆいよ。だけど、ここにいていろいろ大切なものもできちゃって、気が気でないのは分かってるけど、今夜はここでゆっくり休んでよ。この右目に最後に焼き付いたものから恐怖、憎悪、わからねえ、あるいはその両方なのか。このどす黒い炎は絶対に贖うことはできねえ。贖えねえなら、逃れられねえなら、こいつで身を焼くしか、敵を焼くしかねえんだ。が一番大変な時にそいつはここにいなかったんだ。そんな野郎を仲間なんて呼べるかよ。お前はもう抜けた人間だろ。そこまでしてもらう義理はないよ。連れてけよ、無理やりでも何でも。今度こそ出ないと。あいつ、お前は自分の戦をするんだろ。行かなくっちゃ、一人でも行かなくちゃ。当の昔に、あの時から俺にはもうその資格はねえんだ。自分から始めた戦だったよな。こいつは俺が自分から挑んだ戦だ。けどよ、だけどよ、俺を焼いているのはこの黒い炎だけじゃねえ。あの日々のかがり火はまだ胸を焦がしてる。そうだ、このか細い最後に残ったかがり火だけが、俺が黒い炎に飲み込まれるのをギリギリ踏みとどまらせていたんじゃねえのか。なんてこって、俺はまだ繰り返ししまったっていうのか。俺はまだなくしちまってから気がついたっていうのか。まだそうとも知らずに、この手のひらから放り出したことにも気づかずに、まだだ、まだ遅くはねえ。今度こそもう二度と失えねえ。